一心の国取りから24年。芦名の国は斜陽にあり。狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。そこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬので、よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。デュエ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。はい。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今は
このアシナの城を脱さねばならぬ。ギョイ。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。アシの歯笛で合図をくれるか。ほら、昔、聞かせてくれたであろう。こう、ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。この橋の下、あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。行事。血の定めから逃れることしかできぬとはな。
久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか。巫女の忍びを。芦名源一郎、舞。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。それは。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。Thank you.